これは2023年10月28日に実際に起きた出来事である。足速くない？速いですね。え、いなくない？あ、いるか。え、ちょ、これ追いつかなくないですか？このペースだと。これライトつけない方がいい？オッケー。要は道を逸れたらってことだよね。そうですね。入った。上上がってった。道ある？左曲がったね。お姉さん、すいません、ごめんなさい、急に話しかけて申し訳ないんですけど、どこ行かれます？お姉さん、もう危ないよ。お姉さん、お姉さん、お姉さん、危ない、危ない。どこ行かれるんですか？ちょっと自然見たくて。自然見たくて、うん、何があったんですか？なんかあれっすか、配信者さんとか？ああ、全然そういうんじゃないですよ。逆に配信者だったら止めないんですけど。あ、じゃあ配信してます。違いますね。いや、こんなサンダルじゃ怪我するって、うん、戻ろう。話聞きます。なんか大変なことあったんですか？うん、チーカーが泣いてるよ。そっち行きましょう、うん、向こう行きます。向こう行きましょう、うん、そうだよ。ちょっと悪いかな。ちょっと電気照らしてもらっていいですか？いいですよ。よいしょ。大丈夫ですか？一旦落ち着こう。パトロールするんですか？いや、パトロールっていうほどのもんじゃないんですけど。うん、ここで会ったのもね、何かの縁ってことでね、うん、うん、いや、ほんとなんか悩みがあったら僕らは何でも話聞くんで、うん、こんなとこ家ねえよなと思って声かけたけどさ、大丈夫？ちょっと怪しまれるんで駐車場行きましょう。うん、ここ行こう。駐車場、ここ行きましょう。
とりあえずそのどういう経緯で取られたかっていうのがちょっとわからない限りは、難しいですね。この状態で返すわけには僕は行かないんですけど。目的は多分まあそうなんだろうなってことは思うんですけども。じゃあ裏側で貼ってましょうか。僕ら。そうっすね。いや岬地でよかったね。うん、一緒に入ってもらって。着替えてる、ドア閉まらないじゃん。うん、今猫さんが警察呼んでくれてるから。トイレの中ですか。なんか着替えてるような音がするって。はい、引っ掛けてる。いや、なんか着替えてる音とか、なんかちょろ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 音が鳴ってたんで、手首切ってないよねみたいなこと言ってる、僕は思ったんで、声かけてっていうふうにしか言えないですね。いや、さっき左手で荷物持ってたじゃないですか、紙袋で。歩きながらこうちょっと上にして、中になんか変なもの入ってないか確認しようとしたんですよ僕。そしたら手持ち替えて中見られないようにしたんですよ。ロープかなんかとか入ってる可能性高い。どうでした？30分。いや、さっき左手に紙袋持ってたから、ちょっと変なもの入ってないか、こう上から照らして撮ろうかなと思ったんですよ。撮ろうかなっていうのは変だけど、確認しようかなと思ったんだよね。まあ、カメラ反らして撮ってたんだけど、ライト上にした瞬間に持ち手変えたんすよ。はいはいはい、そのバッグの中見られないように。多分まあロープかなんかね。だから刃物系持ってきてるんだったらね、個室入られちゃうとまずいなっていうのは、そうですね。大体用を足すぐらいだったら多分5分ぐらいあれば十分なんで。うん、いくら女性とはいえね、こうやってたのには証拠あるから。うん、ちょいちょい声かけてもらってはいるんだけどね。音はですか？一応。うん。音はあります。音は。水っぽい音するよね。だから手首切ってないかなって心配なんだよ。大丈夫ですか？
コンビニは行くって行くってコンビニに行ってお酒が飲みたいって、うん、連れてくって言ったらどうしてなんて言ってきたの近くにありますねって、うん、ありますよね行けていきましょうかって言ったらお願いしますってあ本当分かんないけど出てこなきゃ話にならんからねちょっと女同士でしかできない話もあるかもしれないから。これでまあとりあえずね目の見えないところでなんかするってことは車に乗った瞬間刺されたりとか多分それはないですねないですか、うん、そういう強靭的な感じではなさそうだもんね多分もう今のところで大変睡眠薬かな薬飲んだと思うんですよ何で刺されて欲しかったんだと思うんですよ薬は人を助けることもあるのだが量や用途を間違えれば命の危険に陥るという可能性もあるまた薬を飲んでお酒を飲むことにより一気に危険度が増すのだというああ警察来てくれましたね、はあ、これでちょっと一安心だね安心ですかいやまあとりあえずちょっとこの先のことは警察の方にお任せするしかないと思いますんで。車だったらね。じゃあここは何しますか？普通の人が散歩しに来る時間帯と場所じゃないからね。お酒欲しいもんお酒はあげられないなんで、うん、警察高いじゃないし、ね、コンビニ連れてく義理もないからねうんまあいいタクシーです、うん、タクシーでももう行けないもんねタクシーのもらった話が来てるからこんなような状況でじゃあさようならかもしれないですじゃあなんでお酒飲ませる、うん、理由はないお酒飲みたいんです、うん、飲みたいけど酒我慢してくださいやだやだやだでもそれはダメなものはダメなんでできることは私らもしますなんでお酒飲んでダメなのじゃあ何で酒飲んでお酒飲んでまあいずれここにいても他の人にも迷惑になるし一回警察署行って話聞きますいやだからお酒飲まなきゃいけない、うん、いやお酒飲まなきゃいけないじゃんってお酒飲まなくても来てもらいますそれはもうね強制的に私らもいやだからお酒飲みたいの、うん、お酒はあげられませんなんで、うん、じゃあ行かない行かなくても連れてかなきゃならないもう意思はねあの行きたくないからあのじゃあさようならってわけにいかないですお酒だけ飲ますか？なんでお酒飲ませるの？なんで？私シラフでそんなに身内の話できない。いやいや、シラフでも別にじゃあなんだけど、とりあえず、ね、薬飲んでフラフラしてるような人はそのままお酒飲んで。フラフラしてないじゃん。自分はね、そう思ってるかもしれないけど、傍から見ればね、結構足がこう、ふらついてる部分もあるから。こんな暗い中にそんな人はね、ほっとりますよね。タクシーじゃないです。うん。いい。なんで？いい。お酒は飲んだっていいじゃん。危ないじゃないですか。危なくない。
ね、しばらくこのやり取りが続いていたが、無事警察署で保護する運びとなった。世界7大心霊スポットとしても名高い青木ヶ原地界、メディアの情報によりマイナスのイメージがとても強いのだが、明るいうちに来るとパワースポットともなっており、生命力あふれる森林浴が楽しむことができる。付近には牧場やキャンプ場などがあり、アウトドアなレジャーが楽しむことができる。今回のような悲しい出来事が一件でも減るように、こういったプラスな情報を数多く提供していくことが重要なのかもしれないと我々は思います。チャンネル登録、高評価、応援のコメントなどいただけますと活動の励みになります。